危機対応特別目的海兵空地任務部隊。中央軍はアメリカ海兵隊の海兵空地任務部隊の一つ。アメリカ中央軍の指揮下において主に中東地域の米国在外交換や在外米国人の保護を担う部隊である。部隊の拠点は公表されていない。2012年に発生したアメリカ在外交換襲撃事件は 特に大使が殺害されたリビアベンガージの領事館襲撃に対してアメリカ軍が対応できなかったという問題点が露呈した。これを受けて在外米国人及び在外交官が武装勢力等の襲撃を受けた際迅速に現地に展開し自国民保護活動を行える初動対処部隊の創設が急務とされた。2013年4月アメリカ海兵隊は メガボルト -22B オスプレーにて自力展開できる危機対応特別目的海兵空地任務部隊の創設を発表。実際に事件が起こったアフリカ地域を担当する危機対応特別目的海兵空地任務部隊。アフリカと共に同様の事件が発生する可能性が高い中東地域を担当する本部隊が編成された。部隊に与えられた任務の性質上、 在外交換保護の訓練を特に重視しており、武装勢力に限らず暴徒化した武器を持たない、現地住民たちを鎮圧する訓練なども行われている。部隊の規模は約2000人。大佐が指揮を取り、地上戦闘部隊、航空戦闘部隊、兵艦戦闘部隊等で構成し、各部隊はローテーションで配備される。地上戦闘部隊は、不評大隊を中核とし、 戦車や水陸両用装甲車を持たない、軽不評部隊として活動する。航空戦闘部隊は、不評輸送を担うメガボルト -22BO スプレーを装備した、開閉中型ティルトローター飛行隊に、KC-130J 空中給油、輸送機 FA-18D 戦闘攻撃機が、支援部隊として任務に就く。 メディアを再生する2019年12月31日にバグダットに派遣されたスプマグットフ CRCC2019 年12月末から2020年1月にかけて発生した在バグダットアメリカ大使館襲撃事件において大使館保護のためクウェートから現地に緊急派遣された派遣されたのは当時スプマグットフ CRCC として配備されていた第一海兵師団第七。 海兵連隊、第2大隊約100名と第3海兵航空団、第161、海兵中型ティルトローター飛行隊のメガボルト -22B オスプレイである。2015年3月に特別目的海上航空地上タスクフォース、危機対応中央司令部に配属されている間に、行われた訓練演習中の、第3大隊。 第7海兵隊からの海兵隊2015年4月に特別目的海上航空地上タスクフォース危機対応中央司令部を支援するために配備された海上攻撃飛行隊211の要員の集合写真クウェート国内とされている。ティアーアッツ・アンダーザ3スプマグットフ CR CC マリーンス・コンダクトノンリーサル・ェポンズ・トレーニング www.imef.marines.mil.2021 年1月31日閲覧。imarine expeditionary force units スプマグ o ト f cr, cc about www.imef.marines.mil.2021 年1月31日閲覧。アテ、フィリップ、100US Marines 2アパッチヘリコプターズリーンフォーシングエンバシーンバグダットアフターアタックマリーンコープスタイムズ2021年1月31日閲覧ピクラルライアンエースペシャルマリーンスフォースクリエイテッドアフターベンガジジャストヒットザグラウンドインイラクアズスワームズオブプロテスターズベシエゲザユーエスエンバシーインバグダットビジネスインサイダーオーストラリア 2021年1月31日、閲覧、ありがとうございます。